はい、皆さんこんにちは、デジーです。今回はですね、9月27日に発売されたシャオミさんのね、スマートバンド8を開封レビューしていきたいと思います。もうね、このようにパッケージがね映っていますけれども、これね、まず驚くことが価格なんですよね。まあ、スマートバンドシリーズ、シャオミさんのスマートバンドシリーズって、まあ、価格がね、もともと安いので結構有名なんですけれども、これ新製品にもかかわらずアマゾンさんで実売価格が5445円となっております。これね、結構そこそこ高性能なスマートバンドにもかかわらずですね、6000円出せばお釣りが来るってね、すごいですよね。で、私ね、もともとスマートバンド7ユーザーだったんですけれどもね、さらに、正常進化したね、スマートバンド8が出たということでね、早速購入してみました。それではですね、付属品と本体周りをねチェックしていきますけれども、まず付属品はですね、このように白い専用のね充電ケーブルがついております。これがね、特殊端子ですね。で、これね、ケーブルの長さがですね、だいたい50センチほどなんですよ。1メートルないんでね、結構短いです。で、ちなみになんですが、私がね、おすすめするサードパーティー製のね充電ケーブルを購入したんでね、それもね、後で紹介いたします。で、これがですね、本体のシャオミさんのね、スマートバンド8でございます。はい、こんな感じですね。一見するとですね、スマートバンド7とそんなに変わってないんじゃないのって思われるかもしれませんけれども、このようにね、側面を見るとですね、めちゃくちゃ質感が良くなってるんですよ。これね、メタル質感のね、ベゼルデザインとなりましてね、私が購入したカラーはですね、グラファイトブラックなんですが、今回もう一色ね、ゴールドが追加販売されております。まあ、計2色ですね、販売されております。はい、このね、側面のね、質感がね、まあ、アップルウォッチのパクリじゃないのって一瞬思いましたけれども、まあ、質感はね、確実に良くなってますね。まあ、デザイン自体はですね、まあ、真上から見るとそんなに変わってないかなっていう気がするんですけども、質感はね、良くなっておりますね。で、これがね、付属されている TPU のバンドなんですけれども、このね、本体のね、側面がこのようなデザインになったんで、ベルトもですね、クイックリリース構造といって、ボタンを押せばね、簡単にこのように取り外せるタイプとなりました。前のね、スマートバンド7は輪っかタイプだったんですよね。はい、バンド自体が輪っかタイプで、その輪っかにね、これを通すっていう感じだったんですけれども、今回のスマートバンド8はですね、このようなアップルウォッチタイプとなりましたね。今回ね、スマートバンド8のアクセサリー製品もね、紹介していきたいと思うんですけれども、まずですね、これ純正のですね、シャオミさんのスマートバンド8用のね、ストラップ、いわゆるバンドをね、購入いたしました。カラーがね、オレンジ色となります。まあ、これね、付属されているブラックのね、ストラップと同じで、まあ、色がね、違うだけのものですね。はい、こんな感じでございます。オレンジね、なかなかいいですよね。可愛いと思います。シャオミさんのね、スマートバンド8をね、手首に取り付けるとこんな感じでございます。ストラップはね、先ほど紹介したオレンジをね、取り付けた状態で紹介いたします。はい、私のようなね、このような太い腕でもね、ちゃんと取り付けられることができます。まあね、豚足って言われてますけれども、ちゃんとね、はい、このような感じで快適にね、取り付けることができます。でね、このスマートバンドシリーズってデザインはね、真上から見るとそんな大したデザインじゃないなと思ってたんですけれども、8になってね、先ほども言ったこのベゼルのね、質感が上がったんでね、なかなかね、かっこよくなってきましたね。はい、で、これね、今ね、常時オンモードにしておりますけれども、点灯するとね、こんな画面でございます。で、これスペックをね、今から説明しますけれども、モニター自体はですね、これスマートバンド7と変わってないですね。 1.62 インチの有機 EL ディスプレイでございます。ただですね、これね、60Hz のリフレッシュレートに対応したんですよ。これね、めちゃくちゃヌルヌル動きます。
後でね比較しますけれども、セブンとね比較しますけれども、めちゃくちゃねぬるぬる動くんで、これだけでもね買い替えてもいいレベルです。このね 60Hz のリフレッシュレートになったことで、めちゃくちゃぬるぬるに動いてくれます。で最大輝度がですね、全モデルは500だったんですけれども、600にね、さらに明るさがアップしたんでね、屋外でもね見やすくなったと思います。これもいいですよね。で防水レベルはね変わらず 5ATM なんですけれどもね、で先ほど紹介したこのねバンドも構造がガラッと変わりまして、クイックリリース構造に進化しておりますね。なのでこういったバンドタイプじゃなくて、ペンダントタイプとかね、いろいろ周辺機器で純正でね売ってますし、これからねサードパーティー製もねいろんなものが出てくる、可愛いものがね出てくると思うんでね、こういったバンド選びもね楽しいかもしれませんね。スマートフォンのアプリはですね、ミーフィットネスっていうアプリをねインストールしていただきます。そうするとですね、これまあ同期することができまして、このねアップデート、ソフトウェアのねアップデートとか設定もねこのアプリでね使用することができます。で何よりですね、150種類以上のねスポーツモードっていうのがありますし、健康管理もねいろんなことができます。まあ、そのあたりはですね今回のレビューでは紹介しませんけれども、このねアプリでいろいろね自分の用途に合わせて設定とかね、してください。はい、もうねこれもう5000円ちょっとで購入できるスマートバンドとはね思えないレベルでね、めちゃくちゃいろんなことができますし、もう単純にね質感も高くなったんでね、いろんな方にねおすすめできます。何よりですね、これ iPhone にも当然 iOS ねにも当然対応してますけれども、 Android 端末にもね使えるんですよ。はい、これね Apple Watch はね iPhone しか使えませんけれども、この Xiaomi さんのねスマートバンドは iPhone、iOS、Android のね スマートフォンに対応してるんでね、はい、まあ似たようなね機能はたくさんあるんでね、まあね Apple Watch が5万6万するじゃないですか、安くても。こちらはね1万円出せば4000円ぐらいはねお釣りが来るんでね、かなりねコストパフォーマンスは高いですね。それではですね、シャオミさんのスマートバンド8、これですね。でスマートバンド7、全モデルのスマートバンド7をね本体比較していきたいと思います。こちらがですね8で、こちらがね7なんですけれども、正面から見るとですねもうほぼ一緒ですね。デザイン的にはですねほぼ一緒でございます。で側面がね結構違いがありまして、まあ、こんな感じなんですけれども、8はですねこのようにもうベゼルがね非常にこういうキラキラになって、かなりね質感が良くなってます。で一方ね7はこの部分、側面がねバンドだったんですよ、このようにね。なのでちょっと見た目はですね8と比べると質感はね落ちますね。これどうしてかっていうと、まあ、ちょっとね外しますけど、バンド部分がですねこういった輪っか状になっているんで、側面がですねこのようにバンドを取り付ける箇所だったんですよ。ですが8になってからですね、はい、このようにベルトはですねこのようにボタンで簡単にね取り外しができるようになったタイプになりまして、これね非常に簡単にね取り外すことができます。はい、これがね本体なんですけれども、はい、この横がですねこのようにキラキラ光ってね質感が高まってますね。裏面がですねこんな感じでございます。はい、充電端子がですね上に移動しましたね。7は下にあったんですけれども、8になってね充電端子が上になりましたね。なのでね互換性はこれねないようですね。次にですね重さを測ってみようと思います。まずねスマートバンド8からね純正バンド、これ付属されているね純正バンドを取り付けた状態で測ってみますね。スマートバンド8はね 25.3g です。でスマートバンド7ですね、これも
付属のねバンドを取り付けた状態で測りますけれども、はい、25.3 ということでほとんど変わんないですね。はい、先ほどですねスマートバンド8はリフレッシュレートがね 60Hz になったっていう説明をしましたけれども、これね比較するとねかなり違うんでね、ちょっと見ていただこうかなと思います。まずですねこういった設定画面ですね、はい、すごいヌルヌル動いてるの分かるでしょう。これをですねスマートバンド7でね一応やってみますね。ほらなんかカクついてるの分かります？ちょっとねカメラの映像では分かりにくいかもしれませんけれども、ヌルヌルではないんですよね。ほらもう一回ねスマートバンド8でねお見せしますけれども、ほらかなりヌルヌル動いてるの分かるでしょう。これがね 60Hz のね力でございます。それではですね最後に私がおすすめするねアクセサリー製品を紹介していきたいと思います。もちろんですねスマートバンド8専用のねアクセサリー製品です。まずね先ほど紹介するよと言ったこのね専用充電スタンドでございます。付属品はですねただの充電ケーブルだったんですけれども、このサードパーティー製はですねスタンドになってるんでね、はい、使わない時はですねこのような感じで取り付けてねスタンド代わりになるんですよ。これね結構おすすめです。ではね実際充電してみますけれども、充電するとですねはいこんな感じでね、はい、ちゃんとね充電されてますね。これねスマートバンド8専用充電ケースです。これね気になる方がねもしいらっしゃったら概要欄の方にね Amazon さんの URL を貼っておくんでね、そこから飛んでみてください。続いてですねスマートバンド8専用のこういった保護ケースですね、はい、こういったクリアタイプとブラックタイプ2つついて、まあ、1800円ぐらいでございます。これね簡単にね取り付けることができます。このようにねカポッとかぶせるだけです。もちろんですねこのタッチパネルも効きます。こういった保護ケースをねつけてもタッチパネルもね効きます。ただね感度はちょっと悪くなりますかね、はい、まあそのあたりはね仕方ないと思います。私ねいくらこれスマートバンド8が安いからといって傷がつくのはねあんまりどうしてもね気になっちゃうタイプなんで、こういった保護ケースはね必須なんで早速ね購入しました。まあ見た目もねちょっとねかっこ悪くはなりますけれども、まあ、傷がねつきまくるよりはいいかなと思って購入しました。これねスマートバンド7の時もねこういったタイプつけてましたけれども、全然ね傷はついてませんね。これは結構おすすめでございます。ということでね今回はこのスマートバンド8を紹介してきましたけれども、めちゃくちゃねおすすめできます。まずね価格が安いですし高性能ですし、このね洗練されたデザインもねなかなか気に入っております。で先ほどね言い忘れたんですけれども、これバッテリー持ちがねフル充電で最大16日間なんですよ。それもすごいですよね。スマートバンド7の時は14日間だったんで2日伸びてますね。ちなみに常時オンモードだと6日間となります。それでもですねアップルウォッチと比べるとバッテリー持ちはね全然比較にならないほどねこれ長く使えます。まあねアップルウォッチ欲しいけどねちょっと高いなとか思われてる方、これね一度、まあ、6000円でねお釣りが来ますから一度購入してみてくださいよ。なかなかですね高性能で、まあ、見た目はですねアップルウォッチの方がいいかもしれませんけれども、こういったねおしゃれなバンドとかね購入するとなかなかねこの洗練されたデザインになりましたし、なかなかねおしゃれに使えるんじゃないのかなと思いました。はい、こういったですね私の動画ではガジェットのねレビューをちょくちょく動画でアップしていますんで、もしよろしければですねチャンネル登録そして高評価ボタンねよろしくお願いいたします。それではいいですよ。